皆さんこんにちは、真剣ゼミ高校受験総合情報センターの浅野と申します。さあ今日はですね、中学校の成績アップに向けてということでお話をしてまいります。さあまず、スライドをご覧いただきたいんですが、高校入試っていうのはどうやって合格者を決めていくのかね、いう話なんですけど、向かって左側に、あります調査書、ね、これは、中学校の成績とかいろんな活動の記録をまとめて高校に提出する書類です。これがまず一つ、まあざっくり言うと学校の成績ですね。そして、右側にあるのが学力検査、これは、入試の当日のテストの結果と、ね、いうことになります。この2つが重要な資料になりますよということなんですけど、じゃあこの調査書には一体何が書かれるんだっていうのがこちらになります。左側に、項目がね、並んでいますけども、5段階の評定とか、ね、部活動の記録とか、まあ、いろいろこう書かれてるわけなんですが、調査書の書式はこれは、都道府県によっても異なります、ね、ただし、一つ言えることがあって、この中で一番大事なこと、これは何かというと5段階の成績なんですね。なぜかというと、この5段階の評定と言われるものは必ず何かしらの形で計算されて得点になってくる、ね、得点化されるっていう、ここがポイントになってきます。さあじゃあこの5段階評価というところ、今の現状をねちょっと見ていきたいと思います。はい、こちらはですね、東京都の中学校3年生の5段階評価の状況を示したものです。過去7年間の数字が載っているわけですけども、真ん中よりもちょっと右側のあたりに黄色い縦の線がねあると思います。これが令和3年度の入試を受けた中3の成績になります。令和3年度の入試を受けた中3というのは3年生になってからですね、最初いきなり臨時休校がね2ヶ月間あったりして、なかなかうまいことをこう、ね、学習活動がこう上手にできなかった、そういう代だと思います。ですので、結果的に、成績はまあ少しこう高めに、ね、結果の方が出ていると、こういう状況になります。さあ、見ていただきたいのは、このグラフ3つあると思うんですが、まず一番下の青いグラフを見ていただくと、こちらはですね、評定5ね、5段階の5がついた生徒の割合です。ね、まあ大体 12% ぐらいで推移をしていて、この令和3年度でちょっと高めになりましたけど、その後下がってますよね。若干取りにくくなってきた。次に一番上にある評定4。これを見ていただきたいんですが、評定4についても令和3年度に、少し上がっていますけども、その後ガクッと減ってきています。ね、4や5は、取りにくくなってきた。一方で真ん中にある緑色のグラフ、こちらを見ていただくと、これは評定1、それから評定2、ね、これを足し算した割合になります。ご覧いただいて、令和3年度がまあちょっと低めだったんですけど、その後増えてますね。この間何があったのかというと、はい、令和4年度の入試を受けた生徒、つまり令和3年度の中学3年生、ここから評価の仕組みが変わりましたと、ね、いうことになります。決して楽なものではないと、ね、いうのが数字を見ていただけるかなというふうに思います。はい、さあじゃあどうやって成績をつけていくのかという話になりますが、観点別評価、ね、皆さん聞いたことあると思います。観点別評価ね、で、下の方にですね、3つの観点がね、載ってると思います。左側緑色で書かれているのが知識技能で、真ん中オレンジ色の、思考判断表現、そして一番右側にある、主体的に学習に取り組む態度、ね、中学校ではこの3つの観点で、評価がされます。この観点別評価は ABC でつけられて、でそれをまとめたものが5段階評価に評定になると、ね、こういうことです。ですから皆さん、例えば4を5に上げたいとか3を4に上げたいって思うのであれば、観点別評価を頑張っていかないと成績は上がってこないということになります。さて、どうやってね、じゃあこれを評価していくのかということですけれども、
基本的に、学校の評価というのはこれは教科によっても違うし、あるいは先生によっても異なるところがあります。いろんなお考えがあると思うんですね。っていう前提で今日、まあ、お話を聞いていただきたいんですが、上の方にですね、評価する時の材料って何だろうね、いうのが、まあ、大きく3つの塊で載っています。もちろん他にもあるかもしれませんけど、例えば左側にあるのが定期テストなどのテスト、ね、そして真ん中授業中の取り組み、そして一番右側にあるのが提出物、ね、あるいは振り返りシート、書いてあります。どんな風に影響していくんだろうということですが、先生によっても教科によっても違いますけれども、比較的影響力の強いもの、ね、これをまあ一般的な傾向としてね、今矢印をつけました。ね、テストの成績というのは、知識技能とか思考判断表現に影響する可能性が高いと、ね、もちろんいろんなケースがあると思いますけどね、これがまず一つ、そして、授業中の取り組み振り返りシートあるいは提出物、こういったことっていうのは一番右にある主体的に学習に取り組む態度、ここに影響してくる可能性が高いね、いうことですね。だから定期テストを頑張って成績を上げに行こう。ね、もちろん OK なんですけども、定期テストだけでは、じゃあ、満点が取れるか、じゃあ5が取れるか、ね、必ずしもそうではないですよっていうところを押さえてもらいたい、というふうに思います。はい。ここにはまあちょっとイメージのね、図を書いたわけですけども、3つの観点がありますから、皆さんはですね、3つの箱を持ってるわけです。ね、で毎日皆さんが中学校でいろいろ勉強頑張ったり、あるいは時々テストを受けたり提出物出したりあると思うんですが、これらの点数がですね、少しずつこの箱の中に積み重なっていくわけですね。で、学期の終わりにそれを集計して、あなたは知識技能は達成率が何パーセントだから、評価は A ですよとか、ね、あるいは思考判断表現は B ですよみたいなね、観点別の評価がついて、それをまとめたものが5段階の成績になると。こういうことですね。ご理解いただけましたでしょうか。タイトルにもありますけれども、3つの箱に貯金を貯めていくっていうね、そういうイメージで捉えてもらえればいいと思います。はい。さあ、皆さんがですね、なかなか、とっつきにくいのが、主体的に学習に取り組む態度。ね、だと思うんですが、私からは3つのポイントをね、ちょっと皆さんにご提案したいと思います。まず重要になってくるのが提出物。ね、提出物全部出してるんだけど、なかなか成績が、いう人もいらっしゃるかもしれませんが、出せばいいってもんじゃないですね。提出物というのは、まあ出すのは当たり前であって、内容で A が取れるかどうか。ね、こういうことになります。出しただけだったらもう B。ね、そのぐらいちょっと厳しく言ってますけど、そのぐらいの感覚でいた方がいいと思います。それから2番目、振り返りシート。ね、主体的に学習に取り組む態度の評価はですね、自分の勉強、学習、これをどうやってより良くしていくかっていうね、そこの姿勢も問われるわけですね。自分の勉強をより良くしていく。ね、でそのより良くしていくためには、まずは振り返ることが重要ですね。ですので、いろんな教科で振り返りシートみたいなものがあると思いますけど、できなかった丸とかではなくてですね、じゃあ、できなかったら、じゃあ、次はどうすんのか、ね、これから先どうしていくのか、次に向けてどうするのか、ここがとても重要なポイントになってきます。ね、丁寧に書くようにしてください。それから最後、授業中の取り組みですけども、これはですね、手を挙げた回数で評価されるわけでは決してありません。積極性とありますけども、自分の考えとか意見を他の人に伝える。ね、これが目的になってきます。そして、授業というのは一人で受けるわけではありませんから、仲間と受けるわけですね。ですので、困ってる人をこう助けてあげたり、ね、あるいは準備とか片付けをね、手伝ったり、こういう姿勢も、大事な評価になってきます。はい。じゃあ最後のまとめ、いきたいと思いますが、成績アップに向けてまず一つ目、高校入試では学校の成績内申点と入試の点数、これが大事だよ、話をしました。1年生、2年生のうちはですね、ぜひ学校の勉強をね、しっかり、やってもらって、で、基礎学力と勉強の習慣をね、しっかりとつけていきましょう。2番目、
5段階評定が大事ですよって話をしましたが、評定をつけるためには3つの観点別評価ね、ここ上がってこないといけないんですね。で、その3つの観点別評価の中で言うと、3番に書いてありますが、知識技能とか思考判断表現、ここの評価を上げていくためには定期テストまずしっかりやらないと ね、定期テスト高得点目指して頑張るっていうことが、これらの観点につながってくる可能性があります。そして主体的に学習に取り組む態度、これは先ほど3つポイントをねお話ししましたが、提出物、振り返りシート、授業中の取り組み、こういったところもきちんとこなしていくことで、この評価が上がってくる可能性があります。最後ですけども、3つの箱に貯金を貯めていくっていうね、そんなイメージで、ですから毎日の中学校での、学習ね、それからまあテストとか提出物ね、こういうのも含めて全部が影響してくる可能性があります、ね。ぜひ、これから、ね、皆さん一緒に頑張っていきましょう。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。皆さんこんにちは、先輩チューターのアスパラです。本日は早めの勉強習慣が受験の鍵というタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。まずはじめに自己紹介をさせていただきます。現在は東北大学工学部で勉強しています。出身高校は、宮城県の仙台第一高校です。中学時代の得意科目は数学と理科、苦手科目は英語と国語でした。仙台一高には一般選抜で合格をいただいています。仙台一高の他に、ウルスラ高校と仙台育英高校を併願で受験していました。本日お話しする内容についてです。まずはじめに小学校高学年から中学1、2年生の頃の、学習についてお話しします。次に、志望校を決めるまでの経緯や理由について、最後に中学3年間を振り返ってやってよかったこと、あるいはやっておけばよかったことについてお話ししたいと思っています。まずはじめに小学校高学年の頃の学習についてお話しします。小学校高学年の頃はバスケットボールのスポーツ少年団の活動が週に4回あり、宿題以外に勉強の時間を確保することは難しかったと思います。この頃は保護者と宿題は何時からやると決めてやっていました。正直クラブ活動で疲れていたし、暇だったとしても保護者に、勉強しなさいと言われなければ自分はゲームをやっていたと思うので、自分一人で宿題をこなすのは難しかったです。また宿題をやると言ってもわからないことがあってつまずいてしまうとやる気をなくしてしまうので、早めに保護者や友達など誰かに聞くようにしていました。このような感じでなんとか保護者の協力を得て宿題をやるのが精一杯でしたが、忙しい中でも空いている時間で宿題ができていたので多少の勉強習慣は身についたのではないかなと思っています。次に中学校 1,2 年生の頃の学習についてお話しします。中学 1,2 年の頃は平日は宿題のみ、土日は時間があったら真剣ゼミ、定期テスト2週間前からは真剣ゼミも活用しながらテスト勉強をしていました。テスト2週間前からは自分で勉強計画を立ててやっていました。学校のワークなど、最低限やらなければいけないことはテスト5日前までには終わらせるようにし、残りの期間で真剣ゼミや学校のワークの2週目などをやったりしていました。正直初めの方は計画通りにはいきませんでした。それでも定期テストのたびに毎回試行錯誤しながら計画を立ててやっていたら、自然とおよそ計画通りにできるようになりました。また勉強するときはリビングなどの知っている人に見られる場所で勉強していました。正直まだ自分一人で勉強できるかは怪しかったので、直接的でなくとも保護者の協力を得て勉強をしていました。今振り返ると中学 1,2 年生の頃は自分なりに試行錯誤しながら勉強していたんだなと思います。学習面でのやってよかったこと、やっておけばよかったことについてです。やはり早い時期から勉強習慣が身についていたことでいいことがたくさんあったなと思います。
中3では部活の県大会があったため、受験勉強は8月からと遅いスタートになりましたが、これまで勉強習慣が身についたおかげで、すんなりと受験モードに切り替えられたし、長時間の勉強にも耐えられたのではないかなと思います。一方で、英語が苦手だったのですが、これは中2までに克服することができず、受験で苦しめられました。英語は本当に基礎が大事で、基礎がないと受験勉強を始めた時に英文が全く読めず、受験期間は多くの時間を英語に費やすことになります。でも苦手な英語があっても受験を乗り越えられたのは、やはりそれまでの勉強習慣の積み重ねがあったからだと思っています。最終的にはやるべきことを理解し、それを着実に実行できる力が自分は身につけられたので、これが受験での大きな強さとなりました。次に志望校を決定するまでに取り組んだことについてお話しします。まず中学 1,2 年生の時は年に1回か2回ほど模試を受験しました。その結果仙台一高はなかなか難しいと判定されていたので、中2までは仙台一高でない別の高校を志望していました。中3になり部活引退後に塾に入塾したのですが、入塾時の面談で中2の頃の模試の成績を見せたところ、君なら今から頑張れば仙台一高を狙えると言われ、これをきっかけに仙台一高を目指すことにしました。併願先の私立高校に関しては受験直前まで悩みましたが、仙台一高が毎年高倍率で落ちる可能性も十分にあったことから、自分が確実に合格をもらえるという点と、自宅から簡単に通学ができるという点に重点を置いて選びました。まとめると、中1中2に模試を受けたことが後に塾の先生との面談で仙台一高を目指すことにつながりました。自分ではレベルが高くていけないと思ったところでも、他の人が見たら全然狙えるというふうに見えていたのも印象的でした。進路面に関してやってよかったことはやはり模試を受験したことです。自分のレベルを把握したり、志望校決定の判断材料になったりと様々な場面で活躍しました。一方でオープンハイスクールに参加しておけばよかったなと思っています。高校に入ってから分かったことなのですが、高校によって雰囲気が全く違います。仙台一高に決めたのが中3の夏で、この時期はすでにオープンハイスクールの申し込みが終わってしまっていたので、中1、中2の時期から早めに志望校を決めてオープンハイスクールに行くのが一番良かったのかなと今は思っています。最後にまとめです。早いうちから勉強習慣を身につけようということです。定期テストや受験で有利になります。次に模試を受験しようということです。志望校決定の大事な参考資料となります。最後にオープンハイスクールに参加しようということです。高校の雰囲気を知るというのも大事な志望校決定の参考資料となります。以上で発表を終わります。最後までご清聴いただきありがとうございました。それでは今から小学校高学年や中学校低学年の皆様に、宮城県の高校入試を見据えた志望校選びと学習テスト対策についてお話ししていきたいと思います。本日お話しいただく先生方です。自己紹介をお願いします。はい、仙台進学プラザ阿部と言います。本日はよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。真剣ゼミ中学校科で教材開発の責任者をしております溝口です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日司会を務めます東北支社宮城県担当の山口の由美です。どうぞよろしくお願いいたします。まず保護者様が高校入試を受けていた頃と比べ、私立高校の授業料無償化など大きな変化があります。最近の高校入試制度の変化などを踏まえ、どのように志望校を考え決定していけばよいか、お二人にお聞きします。まずは宮城県の入試の仕組みについて、仙台進学プラザの阿部さん、教えてくださいますか。はい、宮城県の高校入試の仕組みがこちらのスライドになります。高校入試を考える際に、公立高校を第一志望にするか、私立高校を第一志望にするかで変わっていきます。まず上段に書いてあります、こちらが公立高校を第一志望にする場合の例になります。公立高校を受ける際も、事前に私立高校を受けるのが一般的になっております。私立高校は A 日程、B 日程と2つの日程があります。
基本的には2校受験可能になって、こちらの2校を受けた後に公立の第一募集の方を受けるような形になります。一方で私立高校が第一志望のケースの場合は、まず推薦入試を一旦受けていただき、毎日推薦入試がちょっと、残念な結果になった場合は、一般入試を受けるような流れが基本的な形ですね、なっております。では次のスライドをお願いいたします。続いて公立高校の選抜資料などについてまとめております。宮城県の公立高校入試は第一次募集で共通選抜と特色選抜という2つの入試方式をとっております。共通選抜は学力検査点とあと調査書ですね、こちらの両方が高い順に合格することができます。学校によってここの学力検査と調査書の比重というんですかね、割合というのは決まってまいりますので、考えている学校とかあればぜひ調べていただいて、どういった比重になっているのかというのは事前に確認していただくといいと思います。調査書って言われるとですね、ちょっとまだ小学校の保護者の方などはちょっとイメージ湧きにくいのかもしれませんが、簡単に言うと学校で配られる成績の通知書になります。いわゆる5段階のものですね。調査書に関しては、こちらにも記載されている通りですね、中1から中3の、3年間分の調査書が使われます。宮城以外の学校では、例えばその中3の1年間の学校の成績だけを見るみたいな件もあるんですが、宮城県は中1も中2も中3も、同じ比重で、5教科は5段階がそのまんま。で、ここ気をつけていただきたいんですけど、実技教科は2倍になります。例えば美術で5を取ると2倍になって10点のように、実技教科が1年間あたり40点ですね、非常に割合としては高いというところを注意していただきたいなと思います。一方で特色選抜に関しましては、学力検査、調査書、面接などの合計点で合否判定されるような仕組みとなっております。ぜひ中1中2の成績が重要だということをですね、知っていただければと思います。なるほど、ありがとうございます。宮城県の高校入試は低学年の成績も非常に重要なんですね。真剣ゼミ中学講座の溝渕さん、他に高校入試に向けて知っておかなければならないことはありますでしょうか。はい、そうですね、こちらのスライドをご覧ください。ここ数年、私立高校ではご家庭の世帯年収に合わせて国からの就学支援金が出ています。スライドで言いますと、1と2が国の助成制度です。また、これ以外にも、3で示しています、宮城県独自の補助金制度などもあります。よく報道などで、私立高校の無償化と呼ばれているものです。以前と比べて、私立高校への進学がかなり身近なものになっていると言えます。それに伴い、私立高校も特色化などかなり進めているイメージがありますね。はい、ありがとうございます。こうした変化を受けて宮城県の動向はいかがでしょうか。阿部さん、お願いします。はい、次のスライドです。先ほどあった国の制度のほかに、宮城県が実施している奨学給付金の制度などもあり、令和4年は公立高校の入学者割合が減少し、私立高校は緩やかに上昇しています。次のスライドもご覧ください。こちらは東北学院高校を例にですね、推薦の志願者が、令和4年に急激に増えているのがご覧いただけると思います。東北学院高校は令和4年度に共学化したところがありまして、その影響もありまして一気に志願者が増えています。また同時に推薦、自己推薦の数ですね、10倍近く増えているということで、いろいろとこう変化しているような状況があります。私立高校は公立と比べると学校の特色が出しやすいということもありまして、いろいろとですね、以前と比べても変わっている学校というのが非常に多くあります。はい、ありがとうございます。ここまで私立高校の変化などの共有がありましたが、公立高校を第一志望とする場合、私立高校を併願校として受験するという生徒の方も多いと思います。公立、私立それぞれどんな高校を選んでいるのか、溝渕さん、真剣ゼミ生の志望状況を教えてください。はい、こちらのスライドをご覧ください。真剣ゼミ会員の実績データですと、例えば仙台第一高校、泉立山高校を志望したお子様の私立高校の併願先はこちらのスライドの通りです。
左から件数の多い順に並べています。で、今回ご紹介した高校はあくまでも一例になっております。他の高校の併願校例は、真剣ゼミの高校入試情報サイトに掲載しています。こちらのサイトは、真剣ゼミを受講されていなくてもご覧いただけます。高校入試情報サイトと検索いただいて、ぜひ活用してみてください。ありがとうございます。併願校を選ぶときの参考になるなと思います。他に併願校として選ばれる私立高校の特徴や傾向はありますでしょうか。阿部さん、お願いします。はい。まあ、先ほども私立は非常にこう特色が出しやすいということをお話ししましたが、まあ、最近こう人気あるのは、やはりまあ、進学に特化した、まあ、いわゆる特進コースを多くの学校で設置しております。特進コースということなので、まあ、いわゆる大学進学を見据えて、例えばその国公立目指したい方であったり、または私立であったり、その目指す大学のこう傾向によっても、いろんなコースを設けられているケースがあります。また、特進ということで、こう勉強を中心にやっていくような学校もある一方で、勉強にも力入れながら、まあ、部活も両立できる学校など、こういろんなケースがありますので、同じ学校の特進のコースの中にも、こうさらに細分化されているということがあります。まあ、ぜひ学校の情報をいろいろ調べたり、またオープンキャンパス、多くの私立やっているので、そういったところに参加して、まあ、学校の情報をですね、集めていただけるといいと思います。ありがとうございます。高校卒業後の進路ですとか、それぞれのコースごとの特色というところにも目を向けることが重要そうですね。高校は溝口さん、どんなことを基準に選んでいくとよろしいのでしょうか。はい、では次のスライドもご覧ください。こちらは真剣ゼミで高校に合格した先輩に志望校の決め手が何だったのかというテーマでアンケートを取ったところの結果になっております。で、上位に上がっている高校の雰囲気ですとか、環境、通いやすさというのは、実際に学校に行ってみて初めてわかることも多いです。先ほど阿部先生がオープンキャンパスということをおっしゃってくださっていましたけれども、そういった機会を活かしていくことが本当に大切だと思います。はい、阿部さん、他にもございますでしょうか。はい、そうですね。まあ、塾とか真剣ゼミの教室に通っている生徒の様子を見ていきますと、まず一つは、大学の実績というのを見ている生徒がすごく多いと思います。実際自分がその学校に通って、どんな勉強したらその先にどんな学校に行ってるのかっていうのをやっぱりやはり参考にされるケースが多いなと思います。また中学校の先輩とか、あとは親御さんの意見など、こういろんなこう実際に通っている生徒さんの様子を聞きながら、自分に合っている学校を考える生徒が多いなっていうふうには感じております。ありがとうございます。先ほどまでお話もありました通り、私立高校も含め志望校の選択肢は保護者世代の頃よりも幅が広がってきているなというふうに感じます。学校がそれぞれ特色を強く打ち出していて、昔と印象が異なる学校も増えてきているかと思います。真剣ゼミの高校入試情報サイトやオンラインセミナー、真剣ゼミ個別指導教室などもうまく活用していただき、高校の情報を幅広く集めて、お子様にぴったりな高校を見つけていっていただければと思います。ではここから宮城県の高校入試問題の最近の傾向について解説をお願いしたいと思います。はい、ではこちらをご覧ください。こちらですね、令和5年度の、英語のいわゆる出題の傾向というかですね、対問別の内容と配点になります。英語はですね、対問が5つありまして、50分で100点満点の試験というふうになっております。第1問はリスニング、25点と配点も高い。さらにリスニングで9分、時間がかかります。で、残りの41分間で、文法の問題20点分、長文問題が2台分ですね。で、最後に英作文を解いていくというような傾向になっております。英語に関しては、特に中学校1、2年生の方の最近の様子を見ておりますと、非常にこう二極化が進んでいる。ものすごく英語が得意な生徒さんがいる一方で、もう苦手意識を持って、英語の勉強をしていかないっていうような生徒も出ている状況です。今後、英語の問題は多分難しくなっていくんじゃないかなと我々の塾としては分析しておりますので、まず1、2年生の皆さんに関しては、しっかり単語、文法、熟語など含めて、覚えるべきものをしっかり覚えていってほしいなと思います。また出題の傾向としては、長文読解、
まあ、長い文章をなるべく短い時間で解くっていうのが大事になっていきますので、まあ、ちょっとずつでいいので、まあ、英語の長文なんかを読む機会も増やして、まあ、入試の対策っていうのをしていただければと思います。ベネッセ